本日よりスカイラインコースが正式にオープン。パウダースノーを待ちわびたスキーヤー、そしてスノーボーダーの皆様がコースオープン直後に殺到。この様子は半端なくカオスな状況となってしまいましたが、果たして本日のゲレンデコンディションはどういったものだったのかというところをお伝えしていきたいなと思います。パウダーガチ勢が安定の早朝出勤。この様子を見た私はこう思いました。月曜日の早朝は嫌いなくせに。早速本日のレポートに移っていきたいと思うんですが、こちらは山麓です。まだまだ雪がちょっと足りないかなというのが正直なところです。ところどころですね、枝のようなものが出ておりますので、もうちょっと積雪が欲しいかなというところですね。雪質はちょっと湿っぽい雪が数十センチ積もったかなといったようなコンディションとなっております。自分自身は8時ちょうどにこの場所に並び始めたんですが、今シーズン1の人の多さかなというふうに思いましたね。案の定ですね、太い板の人ばっかりは並んでおりましたね。こうやって見ると本当に基礎板を持っている僕はちょっとね、蚊帳の外って感じですね。大体30分ぐらいでこの辺まで進むことができました。その後なんやかんやあってゴンドラリフトに乗車。あと30分ぐらいでゴンドラ待ち解消されたんじゃないかなというふうに思います。まあ知らんけど、こうやって上から見てるとですね、下山コースはもうすぐオープンできそうかなといったような印象を受けます。今の雪プラス正直もうちょっとあればなというところですね。このまま雪が降り続いてほしいと切に願うところです。こちらウサギ平ゲレンデですが、もうパウダーはとっくに壊れた後でした。これは午前9時半ぐらいなんですが、コブ斜面の跡形もありませんでした。もうパウダーでね、埋め尽くされちゃった感じです。ブラートより上の部分はまだ進入することができません。まあ勝手に入っちゃうと本当にやばいと思うので、入らないようにしていただけたかなというふうに思います。黒菱に来ましたが、もうパウダー食後でしたね。はい、もう食い荒らされた状態で、てかそもそも論で基礎板でパウダーはめちゃくちゃつまんないです。19日午前中、黒菱の雪質です。まあ、本日ゲレンデ上部の雪質はこんな感じですよっていうことをお伝えしたいなというふうに思います。ギュッとしたら固まり、わずかに湿っぽい新雪となっております。黒菱に整地を求めてきましたが、整地なんか全くありませんでしたね。どこもかしこもナチュラルバーンからパウダーみたいな感じですね。てかめちゃくちゃ寒かったです。このようにですね、もう雪が一生降ってるんですよね。その後黒菱を回してるとアホみたいな人だかりができてきました。これなんぞやっていう話なんですけど、スカイラインコースが本日10時よりオープンするといったことで、こういった人だかりができていたそうなんですね。こちらはスカイラインコースオープン直後の様子ですが、もうさすがに草を禁じ得ないといったような状況ですね。はい、まあ、皆さん進入 OK の合図のもとに突撃しているので特に問題はないかなというふうに思うんですが、もう禁断症状が半端ないなという印象を受けましたね。僕はもうこの旗から見ていてですね、ちょっと引いてしまいましたね。はい、まあ、好き嫌いはあるので、こうやって突撃したい気持ちは分からなくもないといったような感じですね。で、開始30秒でもうパウダー売り切れといったような状況となってしまいました。もうこれはね、もう先着の特権といったような感じですね。僕はもう食い荒らされた後をもうただ滑るといったような状況でした。で、我々基礎スキーヤーはもう直下にするしかないですよね。こうやってもうまっすぐ進むしかないといったような感じで、もうターンすると止まっちゃうんですよね。これが本当つまらないところですね、パウダーの。はい、もう太い板買えっていう話なんですが、こういった感じでもう雪もモフモフしているんで、もう本当に良かったかなというふうに思います。マジで太い板欲しくなりました。で、なんでこんなに人がっていう個人的見解ですが、今シーズン初のコースオープンということで、つまり土天然のパウダーが確定といったような状況でした。なのでこんなに人が殺到したんじゃないかなというふうに思います。知らんけど、やっぱりターンしてる皆さんを見るとですね、羨ましくなって僕も攻めてみたんですよね。あはやべえ、はい、ということで普通に転びましたが、リフト待ちが悲惨すぎるので、もうスカイラインコースは1回でドローンしました。てかメンタルやられちゃいましたね、これで。てか本日マジで雪が一生降ってるんですよね。はい、なんでもう本当にめちゃくちゃ寒かったです。
TM レボリューションの歌詞を書いておりますが、実際頭に浮かんでいたのはラルクの曲なんですよね。まあもう革命ですよね。はい、正直今更気づいたんですが、スカイラインコースも午後には雪のおかげでまたパウダーが復活していたかもっていうふうに思いましたね。ウェアの上で雪が溶けちゃって、もうとにかく寒いんですよね。でその後私はですね、怒りの速さでプリモの方にねチェックインしてしまいましたね。もう飯です。はい、ドリンクとパスタのセットを頼んだんですが、なんか謎にサラダがついてくるっていうね。はい、本日はですね、辛いアラビアータで強制的に体を温めるパワープレイに出ました。もちもちしてて本当に美味しいなというふうに思いましたね。はい、まあ、僕地味に左利きなんですが、こんな感じでパスタ食ってる映像をね、はい、ちょっと無修正では無理なので、はい、おじさんなんやかんやあって満足したようです。はい、よかったですね。はい、午後1なんですが、今日初のパノラマゲレンデにやってまいりました。まあ、こんな感じで雪も依然として降り続いているといったようなゲレンデ状況で、パノラマも雪がモフモフしていて、パノラマと黒菱の差がそんなになかったかなというような感じがします。黒菱も同様だったんですが、ナチュラルバーンとパウダーの間ぐらいかなといったような雪質です。ちなみに視覚的にお見せするとパノラマの雪質はこんな感じでした。まあね、こう本当ゲレンデ上部の雪質っていうか、そんな感じですね。はい、もう本当にこの上ないゲレンデコンディションかなというふうに思います。僕的にはビターッと閉まってる方がいいんですよね。はい、でも何度も言いますが、マジで雪が止まないんですよね今日。はい、本当に寒かった。でも雪はめちゃくちゃ綺麗で降ってほしいといったような感じで、最後の最後でね、もうブルートのバックルが根元ごと外れるというハプニングに見舞われてね、メンタルが持ってかれました。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。